ますか。心得た。今なんと。どうしたミサ。私は心得たと返答しただけだ。喋った。ああ、うん。シミュレーターに合成した音声データを入力し、それがスピーカーから出力されている。だって門松さんが喋れないって。門松は発声機能がついていないと言っただけだ。私のボディにはスピーカーがない。ガンプラバトルシミュレーターにはスピーカーがあるのだから、当然喋ることも可能だ。ガンプラバトルというものはチームで行動するものだ。コミュニケーション手段がなければ不都合だろう。そうですね。さあミサ、そして主殿、油断せず進もう。ちょっと、なんで私は呼び捨てでそっちは主殿なの。私は門松のインプットしたデータに従っているだけだ。門松。
戦いだった。シミュレーターのスピーカーで喋るとは想定外だったな。ヒアリング用の言語データベースを利用して音声データを合成するとは。勝手にやってたってこと？ここまでできる AI を作るなんてさすが俺。でもこれはダメだ。 AI に禁止させるかな。なんで？喋れなくするなんてかわいそうだよ。ほらな、必要以上に感情移入しちゃうだろ。例えは悪いが、こいつが車にひかれそうになった時、持ち主が助けようとしたら困るんだよ。ああ、言いたいことは分かった。でも、だが確かにガンプラバトルでコミュニケーションできないのは不都合だな。門松、なんだロボタ。お前ってやつは。どうしたの？このモニターを見ろ。今こいつの出力したテキストだ。私は私の主やその仲間に危険が及ぶことは望まない。その可能性を生む要素は排すべき。バッキャロお前、こんなこと言われてできるわけないだろ。感情移入しすぎ。私は今シーズンの MC 担当、はるです。全国20カ所の会場に同時中継でご挨拶しています。タウンカップから始まったガンプラバトルカップはこのリージョンカップを経てジャパンカップへと続いています。皆さんの素晴らしい戦いを全国のファンが見守っています。参加チームの皆さん頑張ってくださいね。私もジャパンカップの会場で待ってます。なんか緊張してきた。そんなに気負うなよ。20カ所もやってんだぞ、日本だけで。絶対に負けられないわけがある。ああ、まあそうだな。来年にはあの商店街なくなってるかもしれねえからな。そんなこと言うな。おい、門松。ん？なんで負けチームのあんたがここにいるんだよ。誰この子、門松の娘さん？俺は独身だ。こいつは望月って言ってな、サナリメカニクスのエンジニアだ。サナリメカニクスってハイムロボティクスのライバル会社だよね。こんな小さい子が？俺とタメだけどな。みそじすぎ。嘘でしょ。年のことは言うな。ところで門松、このロボットはひょっとして？我が社の来期主力商品になるかもしれないあれだ。ちょっとバラしていい？いいわけねえだろ。こいつは俺たち綾戸商店街ガンプラチームの第三ファイターだ。ガンプラバトルもできるのか。なんてもの作ったんだ。お前、綾戸商店街ってどういうことだ？先日レンタル移籍した。今日はよろしくな。なるほど。門松以外には悪いけど、そういうことなら容赦しないぞ。予選でこけるなよ。お前もそこらうろちょろしてこけるなよ。子供か。ただいまから予選を開始します。準備できたチームからどんどん出撃してください。よし、まずは予選突破目指して頑張ろうね。